皆さんこんにちは。今回紹介するのはクリームソーダのポーチ、小さい商品なんですけど、まあ手の大きさで分かる携帯電話の方でするとだいたいこのくらい、分かりますかね。だいたいこのくらいです、サイズ的にはですね。これ iPhone の携帯なんですけど、これもね動画撮影したことあるんですが、自分がね赤黒が好きなんでポーチをこちら買ってるんですけど、早速ね中を見せていきたいなと思います。撮影がちょっと上手にできるか分かりませんが、片手でやりますのでちょっとすいませんね。中身入れると、まあこれがですね、ポケットが中は一つこちらについてるんですね。一つで、こちらに何入れてるかってバッテリーとか、まあ、配線とかボールペンとかも小物何でも当たり込んで、普段バッグの中自分が使ってるバッグにこう当たり込んでるんですけど、持ち歩きできるんでね。でこれのポーチの、あのクリームソーダのこのポーチのいいところは、これの、ね、クリームソーダ好きな人だけの話なんで、あくまで。でこれこう、もう形がもうどうにでもなるところがですね、使いやすいというところですね。わかります？これも簡単に言うと筆箱にもなる、なすよね。筆箱にしてもいいし、まあ小物入れにしてもいいし、まあ何でも使っていいのかなって感じしますよね。なんかこのポーチすごい便利なんで、もう一個あってもよかったかのかなって思うんですけど、本当クリームソーダ好きな方だったら持っといた方がいい一品でございます。ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。